はい、古山さん、はい、ルールの勉強、はいはい、今日はこれが最後ですかね、古山スペシャル。そうですね、そうですね、うん、スズランちゃんと一緒に、スズランちゃん、うん、悲しい、もっと学びたいです。道路に止まりましたね、道路これ道路、はい、これ本当は池なんですけど、まあ、道路、道路じゃない、道路しましょう、道路としましょう。で、まあ自然の石がありますね、これ前に、うん、あ、これ自然の石、ピンは、そう、ピン後ろから見えます、ピン、そうですね、ピン曲げましたね、はいはいはい、はいはいはい、ピンはピン、あそこ、そうですね、はい、でこのシチュエーション、うんはいはい、これこれむずっ、うん、まあ道路からの救済なんですよ、これ道路ね、はい、うん、近づかないところの、なるべく近いところで、このシチュエーション、ちょっともうちょっと後ろから持ってもらっていいですか、これもう自然の石があるから打てない、木もある、うん、打てない、うんうん、それどこに打ちますか、これ救済ね、救済を、救済、まず救済は、うん、わあ、じゃあまずスズランちゃんから聞いてきます、うんはい、でも近くなきゃダメですよね、うん、元の位置からね、ピンに近づかない、うん、そして一番近いところ、うん、ここ、うんうん、そこかもね、おお、うん、そこ、うん、そう、そこなのかここなのか、うん、そうですね、うんうん、もう最悪、うんうん、はい、そ、うんうん、まあこの木と石のこと考えたら後ろかなと思うんですけど、うんうん、近づかないように円を描いてこの辺だったらいいかな、わ、はい、かりました。その時のど、あの、まあ、ポジションって、ポジションってどういう風にします、その時のニアレストポイントの取り方って。でもね、本当に実は難しいんですよ、これ。めっちゃ難しいの、うん、どう難しいんだろう、わかんない。まあ、あの普通の、まあ、障害物でもね、いろんなケースあって、うん、これちょっと、まあちょっといろいろなケース考えて、こういうケースが難しいなと思ってこう作ってみたんですけど、うんうん、横田プロどうですか、これ。え、もう分かんないけど、単純に、なるほどね、ここなのか、うんうん、そこなのか、ここだったらここ、うん、ここがまあニアレットでしょ、うん、で、まあ、その時か、その時のポジションってどういうふうに取ったんですか。あ、いや、もう、うん、こう向こうからロープ引っ張ってこう、はい、こう円にするして、こうですよね、はあ、まあそう考えるじゃないですか、うん、はい。え、違うんですか。違うんですよ、これ。違うの、うん、違う。そう、これ違うんですよ、これね。何、知らない。いや、あの普通のシチュエーションだったらそれでもう、まあ、いいんですよ、うんうんうん、そういうケースもある、うんうん、でも、うんうん、このシチュエーションってピンが向こうでしょ、よく今撮ってもらったでしょ、うんうん、で、この石があるでしょ、木があるでしょ、うんうんうん、こっち打てます、打てない、打てないでしょ、うん、で、これがなかったら、この障害物がなかったらどこに打ちますか。そういうこと、うん、そういうことか、そうそうそう、どこに打ちますか。あ、しょ、あ、あ、そしたらまあこうか、うん、はい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 、そうでしょ、ほう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 、だそこの、その構えでニアレストポイントを取らなくちゃいけないんですよ。へえ、あっち向けないってことなんだ、これ打てないですよね、ピンを結べない、いや、これがなかったら、うん、道路がなかったら、ね、道路がなかったら、じゃあ花壇、要は花壇で左打ちで打たなきゃいけない時のやつと一緒のことだ。そういうことなんですよ、あれだから左でできるよってやつと一緒のことだ。だからね、普通の道路だったらそこまでのケースってまあまあないけど、これもう石が、まあ、これ自然物、まあ、ただこうだけど、そう、これをどっちに歩いてってこうなの、じゃあこうなの、その姿勢でニアレストポイント、じゃあこういうことなんだ。そう、だからね、これ本当はね、普通の構えで言ったら実はこっちが近いんですよ。さっきも厳密に、確かに、そう、この構えで言ったらこっちが近いんですよ。確かに、こっちの方が、普通の構えで言ったらね。ただね、こう構え、こっち出すんですよ。そうそうそう、こっち出すから、こうなると、こうだね、ここにこう構えるから、ここのニアレストポイントが、うん、そう、こうなるわけですよ、うん、で、どっちが近いのかって話になると、こうなるわけだ、そういうことなの、ここがニアレス、そういうことなの、ここがニアレスになるわけだ、はいはい、だからこの普通にこっちに打つよって構えだったら、ただニアレスはそこだね、なるほど、そういうこと。で、これ厳密に言うと、わずかにこっちの方が普通に構えたら近いんですよ。なるほど。でも、これってここ打てないから、この姿勢で構えるわけですよ。なるほど。そうなると、だからこの姿勢のまんまニアレスポイントを取っていくと、まさにここになっちゃうわけですよ。ここに、うん、ここに、うん、となるとそっちの方が近いわけですね。そういうことなんですよ。こっちより、はい、そっちの方が近い。そういうことなんですよ。え、ちょ、古山さん、古山さん、ちょっといいですか、うん、いや、僕はちょっとここかもしれないから、こう、それもあり、それもありってなったら、それも、それはじゃあその普通のその姿勢で取ればいいわけ、近づかないで。まあこう、そう、それもある。だから極端に言えば、これ後ろに打つ場合もあるしね、こうね。そうね。うん、
その人がこれもしなかったらどうやって打つのか、ま、もごもっともですねっていう姿勢で打つのが、じゃあずる貸し横田だけどさ、まあ、出たまあさずる貸し横田だけど、うん、出たブラック横田もいるかんね俺の中で正直、うん、どれだけ自分が都合のいい、でも、うん、全然ダメなのは俺だって主張しないよ、うん、でもこれはあり得る、だから選択肢ギリギリのラインぐらいのあり得る打ち方ってさ、これマジで これもあり得るし、うん、確かに、うん、例えば これも一応ありっちゃありじゃん、うん、で本当にこれもありっちゃありじゃん、うん、どれも確かにあんまり変わんないよね、うん、でそれは自分のやりたいところになるべく、そうだからあれの主張ができるよね、そう、うん、だからそれはあとはその競技員とかみんなが見て、あ、うん、それはごもっともだねって言えばごもっともだし、うん、いやそれはないでしょってことで、そうそうそう、それはもちろんね、そうだからそれだからこのケースではだから今言ったように、うん、あの皆さんに覚えあの視聴者の皆さんに、うん、まあ、あの知ってもらいたいのはそのこれがなかったら、うん、これがなかったらどうやって打ちますかっていうポジションでニアレストポイントを取らなくちゃいけないってことなんです。なるほどね。ほどね、でこの先にニアレスポイント取ったとするじゃないですか、うん、でまあこれここでドロップするしますよね、うん、ここで、うん、このワンクラブエリアの頃さっとこれ、はい、ドロップしました、どうします、はい、これ横田マジックで2回行ってこれダメですよと、これ、はい、これね、うん、でプレス、はい、得意のプレス、プレスしましたよね、はい、2回目に押したところプレスします、はい、はいはい、でですね、ところが今度向こうに打つときはこういう構えになるよね。で これではもう救済終わってますね、はい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 、で今度でもあドロップしてみたら、うん、打てるようになっちゃった、打てるようになっちゃった、魔法みたい、まあややこしいですねだけど足が入っちゃってるよ、ね、完全救済になんねえじゃんって、こういうのは完全救済しなきゃいけないからそうめちゃくちゃいい、そうでしょう、とあれだこれね、すごいよこれ、うん、その場合これは分からない、これあれじゃないですか、これもう一回、うん、さっきのアドレス、さっきのボルドインチでの処置は終わってるから、これもう一回処置、うん、こっからスタートするんじゃないですか、もう一回できるんだ、もう一回もできるし、正解、それも正解、もう一回もできるし、うん、もうこれでその処置は終わってるでしょ、これで、うん、じゃあもう完全救済終わりました、終わりました、うん、でこれ終われるんだ一旦、そうで、もしこれが条件が良ければ、うん、スタンスかかってます。でも、まあ、だからもうここいや行きたいもん。でもこれ条件が良ければ、このまま打って大丈夫なんですよ。うん、なるほどね。だし、こうやって動かすこともできる。そういうことなんですよ。だからあれだよ、ほらカート道路のさ、よくあるのがほら、うん、ここにあのほら花壇が、ずっと花壇があってさ、うん、もうこっちではここにボールがあった時に、ここで右打ちできねえから、左で打つよっつって、うん、このカートをこっちにできるパターンと一緒だよね。うん、でこれ意外にね、意外にこれ分からないっていうか、もうまあ盲点というか、これがなかったらあなたどうやって打ちますかっていうことなんですよ、それが大事ってことですね、そういうことなんですよ、だから肩の時もちょっともう一回あれだけど、うん、これで完全救済が終わるからもう一回こっちがあるからもう立てないよって、うん、そうそうそう、続けちゃう、離れないと、もう左打ち、うんうん、でここで完全救済終わったけど、こっちでもう一回カート入っちゃってもこのままやってもいいよっていう話です。だからちょっとこれ視聴者の皆さんに若干分かりづらいかもしれないんですけど、うん、これもしここがなかったらどのクラブでどのポジションで打ちますかっていうことなんで、うん、これはちょっと、うっかり八弁やるね、うん、これでもこれ難しすぎて、ちょっと若干複雑すぎて難しいのかもしれませんけど、いやいや、でもここに何もなかったら次何で打ちますか、どのポジションですか、このポジションで救済が終われば次は向きが変わってその障害が残ってもそのまま打ってもいいし、うん、その救済もう一回受けれることもできるしってことなんです、ね、これはまた、うん、とっておきありましたね、確かに、でも年にね何回かあるんですよ、やっぱこれね、あるんですよ、ありそうありそう、ありそうな、あるんですよ、俺もすげえ、もう一緒に待って、いやいや、こしいルールだなっていう時あるもん、うん、かわいそう、気の毒に思うもん、競技員の人たち来て、うん、でも、ちゃんとさばくからね、うん、百千年もやってき、来た方ですから、いろいろありますよ、本当 ABC の右の、あの10番見ようとしたとか、
ABC の13番の方に行って下に道路あるんですよね、うん、あそこのパターンもそうなんですよ。こっちに出すっつってこうやるでしょ、ドロップして、うん、でも実はそのままだったら今度右に行ったらグリーン狙えるんですよ、うん、なるほど、そのまま打てる、打っていいとかね、いろいろあるんですよやっぱり。だから道路じゃなくても全て同じですから、運河線障害物とかは、うん、あの修理とかでも一緒ですから、すごいな。いやランスちゃん、これから競技に、はい、あのどんどん挑戦していくにあたって、はい、これは大きいですよ。大きいです。ちょっとね、さっきここで、うん、ここで持てるよって言われた時に、あ、じゃあここロブショットじゃなきゃ打てないなって思ってたの、うん、でもしねヒールに当たって石になんて当たって最悪だな、うんうん、から、うん、こっちまでね、そこの話を聞いてもう震えが止まらないぐらいすごいなと思った、うんうん、ねえ、これはもう目から鱗、絶対みんな見た方がいい。ねえ、やっぱり私もね、まあまあプロの中ではまあまあ知ってる方じゃないかなとは思ってはいたが、全く知らないね、もうルール、うんうんうん、もう全く分かってない。困った時はね、本当本当に本当いつも日々勉強ですね、うん、本当に私も勉強です。もう20、23年のルールも深すぎてまだまだ分かりません、本当に、ね、うん、全然、いや本じゃ分からないもんですね、そうなんですね。このチャンネル見よう。はい、ということで、はい、今日もね堀山さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。鈴蘭ちゃんもね、一緒に楽しく勉強していただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、本当に、はい、ね、うまくなったし、よかったね。もう今日バッチリです。もう72見えてきました、ね、バックスピンがすごいかかったね。 その映像はね、鈴蘭ゴルフチャンネル ゴルフチャンネルの、いやすごかったあれ。ルールって楽しいですね、はい、本当に、ね、はい、山内すずらん競技委員への道もね、聞いてくれ。何目指してるんですか私、本当に競技ね、だって、ね、メンバーさんだったでしょ、はい、ゴルフ場のね、カントリークラブの、はい、そういう仕事回ってくるかもしれないよ、かもしれないですよね。そうです、月例とかでもありますもんね。じゃあまずはライン友から、あ、ちょっと考えておきます。断るだ。はい、ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様でした。クーラーのついたカートで、そうですね、はい、仲良く帰りましょう。そうしましょう。はい。さあ、これはこれからの季節はいいね、これ。はい。このクーラーは。ね、疲れ切った体を。ほてった体、そして今フルに使った頭をこれで冷やしましょう、これ。前回で頭がね、もうホットになってるから。最高。5度です、5度。5度の空気が、5度ってすごいですよね、本当に。5度の空気が本当冷たいもん、これ手かじかむレベルだから、ね、間違いないです。ずっと冷たい、快適ですよ。なんかすごい、こんな炎天下だとこれも温まっちゃうんじゃないかと思ったけど、ずっと冷たいもんね、風すごい、ね、室外機がなくてこれだけ冷たい空気が出るってすごいらしいですよ。室外機がそうかなくてこう、そうか、いやすごいですよ、はい、でやっぱりこのビッグバッテリーがね、はい、あるから、前回でも8時間、前回8時間いけるから、はい、1日丸々大丈夫。もちろん携帯も充電できます。それでかいですね。 それでかい、はい、差し込み口何個もある、はい、SNS やってるとすぐですからね、はい、そしてね、このあーこれ冷たい、この中冷たいのよこれ、ね、うん、ヒヤヒヤ、ボトルを冷やすこともできます。チューハイとか冷やして、あー最高、はいはい、で寒くなってもシートヒーターもありますからね、そうです、真冬のゴルフもこれで安心、確かに、はい、年間レンタルからね、はい、できるそうなの、はい、日本のゴルフ場のオーナーの方々、はい、ね、VIP の方なんかね、これでお出迎えすると、はい、めちゃくちゃ喜ばれると思う、そうですね。じゃあ帰りましょう。ありがとうございました。リラックスモードになっちゃって、はい、もう快適だね、快適でございます。